ませんで、まあでもちょっと黒川も甘いところがあって逮捕はされないだろうみたいな風に事前に言っておりまして、ガサ入れがあった後に私がいや逮捕されることも可能性あるから3人ともあるからっていうことでいろいろちゃんと打ち合わせしようとか言ってたんですけど、もう全然うちのメンバーっていうのは結構行き当たりばったりでございまして、今話は聞きませんね行き当たりばったりでございまして、今警察はおそらく特捜本部、特捜本部ができたんだって。そう、18年ぶりの特捜本部、18年ぶりの特捜本部というなんか大行なものまで作られまして、何かおそらく黒幕ですとか、はい、なんか後ろに大きな何か団体がついてるんじゃないか、もしかしたら自民党がやらせてるのかとか、うん、なんか大物政治家とか、なんか大きな団体がやらせてるんじゃないかとか、資金源がどこからとか、なんかいろいろ噂があっちこっちなってるんですけど、そんなこと一切ありません。スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。なべくんさんありがとうございます。もしもそんな裏にバックがいるんだったらこんなやつ使わないですふうさん、こんなやつ使わないです。ありがとうございます。なので本当に、黒川とか根本とか杉田 のやる気とその場の思いつきでやってたことですので、結構そんな後ろにバックがあるんですとか資金源がどこかとかそういうことはありませんので、まあでも警察としてはそれを暴きたいということで、おそらく、まあ、ガサ入れをし、その後逮捕ということなんですけれども、もちろん私は最悪の場合、まあ、3名逮捕もありえるだろうと思って動いておりましたけども、ちょっと3人があんまりそこまで、うん、まあ、杉田さんは見通しが甘かったということと、杉田さんが警察をおちょくりすぎたっていうのが僕は見解ですね、今回は。まあ、杉田さんは、まあ、逮捕もありえるだろうと言ってはいましたけど、うん、でも、まあ、ちょっとこれから都知事選もどうするのかっていうことはこれからも発信していきますし、はい、もちろんそんな、ね、スマホでいろいろやり取りできるとかそういうことじゃないんで、今は弁護士さんを介して接見するっていうことしかできないので、なかなか向こう黒川、杉田、根本 の意向とかはなかなかこちらも、つかみづらいと思いますけれども、これで私たちもへこたれて運動をやめるっていう玉ではありませんので、これからも情報発信はしていきますし、都知事選に向かっても、いろいろと方策は考えて今練っておるところでおりますので、これからも情報発信皆さん、気をつけて見ていてくれればと思います。はい。